CSBA の中島志郎です。今日はですね、この間ビデオで説明した、アプローチの方法、はい、これを実際にルンちゃんをモデルにしてやってみたいと思います。はい、ルンちゃんの練習にもなるので。そうですね、はい、はい、アプローチは全然わからないです。はい、誰にも教えてもらったことないです。ですよね、はい、はい、で今日はね、ここビッグスカイっていうゴルフ場にいるんですけど、芝がすごく綺麗なので、はい、柔らかいですから打ちやすいです。おお、はい、ちょっと練習してみたいと思います。はい、ここからグリーンまでが5ヤードぐらい、さらに5ヤードぐらいのところに最初のマークを置きました。はい、さらに5ヤードぐらいのところに、次のマークを置きましたね。でそこからもう少し距離あるかな、8ヤードか9ヤードぐらい先かもしれませんけども、そんな奥に、はい、全部で10、20、25ヤードから30ヤードぐらいの先の方にピンが立ってます。はい、でこういった3箇所のところを狙うときにどういう、クラブを使うのかっていうのがまず最初のポイントになります。はい、どういう弾道を打てばいいのかっていうのをまず考えなきゃならないよね。うん、でその弾道は転がしていくのもありだし、はい、上から行くのもありなんですよ。どの弾道が一番転がるかちょっとやってみますね。はい、これであのくらいの距離です。ぼちぼちですね。はい、ぼちぼちですね。はい、で、あの奥のところ。はい。いくかな、うまく。お、すごいすごい。まあまあですね。すごい。あんな感じの弾道を打つにはどういうクラブがいいかって選びたいわけです。はい、なるほど。はい。で、私たまたま3つ持ってきました。56で打ったら、ここ。56で打ったら、はい、ここ。はい。でピッチングで打ったら真ん中、はい、真ん中で8番で打ったら奥、奥、ちょっとやってみましょうか。はい、はい、56度でこんなもんですかね。お、はい、次の真ん中のところ、はい、じゃあ私はピッチングウェッジを使ってみたいと思います。おお、すごい、今やってきた。すごい、はい、で奥の方を狙ってみます。はい、はい、ってことは8番アイアン使ってみたいと思います。え、ホールインワン、こんな感じですね。すごい、もう1回、すごいすごい、左足の方に置いて左足荷重にして、すごい、こういう感じですね。はい、はい、こんな感じになります。これの方が多分楽なんですよ。はい、だからこうじゃなくて一つのクラブ、得意なクラブを使って打つとしたら、例えば56で全部打つとしたら、はい、結構難しいんですけど、はい、まあ真ん中のところで狙うとしたらこのくらいな感じですね。それから奥の方を狙うとしたらこういう風になっちゃうんですよ。なるほど、こういう感じになってきます。高いところから落ちる感じになっちゃうことですか。そうですね、やっぱりそれだけ振らなきゃなんないからミステイクが多くなっちゃうんですね。なるほど、はい、この間教えた左側の自分の顎の前で左足荷重、それでボールを打ってほしいですね。でなぜこの顎の前に置いて左足荷重にするかっていうと、アプローチのミステイクっていうのは手前をザクッと打ってしまったりとか、うん、それから手前をザクッとやりたくないからって言ってこうほうきで吐くようにして打つとトップしてしまって、そういうミステイクがあるんです。で必ず上から下に打つことが重要、はい、で上から下に打つんですけど右の方に置いておくと止まっちゃうんですね。はい、なぜかというとリーディングエッジから入っちゃうんです。なるほど、引っかかっちゃうんですね、手前で。そうです、はい、だからボールはちょっとここは上に上がってるんで引っかかりやすいんですけど、はいはい、ボールは少し真ん中より前置いて上から下に打ってもそんなに引っかからないし滑る、そういう形でのところにボールを置くことが重要なんです。うーん、はい、必ず両足はこの間ビデオでお伝えしたように狭くして両方を向けるんです。こっちからこう入りやすくなるとボールが下から入んないで手前打っちゃいます。こういうふうに向けることによって少し
外からこう打つので上から入りやすくなります。なるほど、いいですか、はい、じゃあルンちゃんやってみましょうか、うん、体をもっと回してみる。いいよ、 OK。 じゃあそれでインパクト、はい、パチン打ってみましょう。はい、そう、お、うん、ナイスナイスナイス。ちょっとオーバーだったけど、はい、あそこまで行くじゃないですか、はい、今の感じでいいと思います、はいはい、じゃあしっかりとフェースが、はい、あそこの最初の手前のところに向くように、はい、はい、軽く持って、はい、右に少しフェース向けた方がいいかな。もう少しこの辺ですね、体全然、もう少しこうです、そうそう、そう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 、すごい、おー、うんうん、いい感じ、悪くないじゃない、ね、あとはこの距離感なんですよ、はい、だからこれだと、これだと転がりすぎちゃうんだったら、はい、サンドウェッジ使っても構わない、あ、持ってます、 S ってやつですよね、うん、でもいいですよ、はい、これ綺麗なんで、はい、まあ、先ほどはグリーンの上に乗せるって言ったけど、はい、手前に切ってある場合はこの辺から行っても構わない、あそこに落ちてもいいんですか、はい、あ、今上コンタクトがそうですよね、下の指導を取らなきゃならないですね、アプローチのミステイクは絶対にその合わせようと思わないで下がっていいから指導を取って、そう、姿がやっぱ強いですよね、ちょっとでかいですね、うん、だからちょうど真ん中ぐらいがルンちゃんの場合のピッチングのいいところかもしれないね、はい、うん、真ん中、あの、そうそうそう、あ、これを使うとき、そう、なるほど、そう、そんな感じでね、はい、じゃあ8番、はい、じゃあ今と同じ、同じような感じで、はい、ちょっと奥の方を狙って、はい、そう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 、おー、うん、おー、おー、ちょっとでも強いですか、そう、そう、いや、でももう少し上の、今ぐらいちょうど真ん中の方がいいんじゃない、もう少し、うん、もう少ししっかり打って、そう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 、おー、ね、真ん中の方のやつあのぐらいでいいでしょ、いい、すごい、うん、確かにさっきと何も変えてないです、変えてないよね、うん、はい、その構える時に上に上げたければフェースが上がってくるんで、はい、少し左向いて打つんだけど、打ち方的には基本的には全て上から下、はい、もうシンプルに今回も言うけど上から下、上から下で芝を取れるっていう、芝を取るっていうぐらいの意識で打っていった方がいいです、はい、わかります、でちょっと今さっきのところよりも3、4ヤード下がってきたん で、 うん、で少し位置も変えましたから、うん、そこをどういうふうに狙っていくべきかっていうのを自分で考えて打っていきましょうか、このクラブを選ぶところからですか、そう、自分で選んでいいんですか、はい、じゃあハンド使ってみます、はい、クラブ預かりましょう、はい、でも基本的に一緒、一緒です、下の反ってないでしょ、反ってない、そう、とにかくこれはアプローチって絶対にやってみて、ね、何かとビビりますね、この掘ることに対して、はい、でクラブをもっと軽く持つこと、軽く持って、そう、軽く持って上から下に、お、そう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 、上がった、今のちょうど、お、でもあそこは今最初の白いマークよりも奥に落っこってるじゃん、はい、だいぶ奥行っちゃいました、だからあそこまで振らなくても、はい、その手前グリーン乗ってから2ヤードぐらいのところには落ちるのは 楽なわけでしょ、あそこを狙うためにはもう少し上げなきゃならないんだよね、はい、左向いてフェースが今こういうふうに渡ってるからちょっとフェースを開くわけ、はい、開いて上から下にこうやって打つとあんまり転がらないから上に上がんなきゃならないじゃん、はい、最初の時言ったけどどういう弾道ならそこは狙えますかって言った時に、はい、低い弾道であそこのとこ落としたんだったら絶対に止まらないでしょ、転がっていっちゃいますね、そうだよね、はい、うん、だからこれを行くならこのくらい上げないと、はいはい、ダメじゃない、うん、ってことはフェースを開かなきゃいけないわけ、開いた状態で上から下にこうやって打っていかないと、うん、開くって どっちですか、構えてみて、はい、そういうように構えてみます、これをこう開かないとボール上がらないでしょ、はい、そしたらここに対してもう少しこの位置は変わらないから、はい、左向かない、そう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 、はい、これで左足荷重で上から下に結構寝かせて、おお、タイプ開いて、だってこう開いていくわけだから、はい、よし、こうってことですか、素振りしてこれが開くってことですか、そう、開くんだけどこのリーディングエッジは方向にはちゃんと向けなきゃだ、そっか、そう、
で今左向いてるでしょ、はい、そうしたらここからこういうふうに上から下に必ず同じように、はい、短く持って飛ばさないと。さっきまで飛んじゃってるじゃない、はい、そう開く上から下にここに当たっちゃった。当たってる。そう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 。そう、あやかんさん。ちょっと手前。そう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 。そう、あやかんさん。ちょっと手前に。うん、おった。あの感じ。いいよ。大きいです。いいか。そう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 。おー、いや、めっちゃいい。寝かせたらいいかも。なるほど。ね、そうすると、ここを、ここの方を使ってるわけ。はい。こっち側じゃなくて。で悪かった時っていうのは、こうやって持って、はい、こう打っちゃってるから縦に入っちゃってるんですね。そう、なるほど。だから上から下打っても必ずここのところを打つような感じで、今こういう感じでハンドダウンしてこの辺の意識があったから、はいはい、ボールがこう飛んで、ハンドダウンした分膝をこうすればいいですね。そういうこと。そっか、オッケー、はい、わかりました。だんだん分かってくるじゃない。でクラブを選んでくればいい。はいはい、そんな感じですね。はい、奥が深いです。そう、はい、でもシンプルだったじゃない、上から下に打つだけ。はいね、でボールの位置は少し前の方にして、で上げたかったら少し左に向いて開いていけばいいね、うんうん、最後の方にやった56じゃなくてルンちゃんはさサンドウェッジ使ったんだけど、はい、うまくいったじゃない、軽く上がったりとかして、はい、ポーンってなりました、ね、で8番でもこう転がしていく、はい、大きく手を使っちゃって、うん、なんかインパクトに向かってスピードが上がっていくわけじゃなくてダラッと打っちゃったり、うん、バサッともうすごい飛ばしちゃったりしないように、はい、小さくてもパチンっていう効率よく打てるような感じを少し練習したらもっと確率が上がると思います。わかりました。はい、はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録よ、チャンネルよ登録よ、チャンネルよ登録よろしくね。ありがとうございます。いつもご協力ありがとうございます。ありがとうございました、はい、さようなら、さようなら。